んな死んでるんだ。どうした？エンジンルームだ。お前何の話してんだよ。みんなあの子に殺された。おい、なんだよ、一体何が起きてるんだ。何か武器がいる。この船に武器はあるか。俺もわからねえ。でもとにかく離れよう。ここから出るんだ。お、開いた。物はないですね。ちょっと迷路っぽくなってる。うわ、お、開かないのか。乗員名簿、船長エド・カーライル。まあ知ってる名前はないですね。何かから隠れてた。俺はあいつのパパなんかじゃない。かわいそうに。あいつが俺の中にいる。あいつがみんなの中にいる。 She's inside me. She's inside everyone. けど、絵が飾ってあるな。落ち着いた。思い出してきた。何？あなたは誰？はしごがあって。何にもないな。はしごある？あ、これか。あ、違う違う。光が動いてるな。え、どうなってんだこれ。ちょっと分かんなくなってきたな。
家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ。私も待つのは嫌なの。部屋広っ。何するんだろう。薬液、ようやくアイテムが出てきたから。うわー、やっべやっべ。あれ、そっか、開かない。いや、敵いるな。まずいでしょう。ヒューズ。うわ、ダメだ。いやいやいや。いやいや、ちょっと待って、逃げないと。多分俺たちは助からない。せめて何が起こったのかだけでも記しておく。昨日は夜シフトだったんで、昼間は仮眠室で寝ていた。夢うつつに子供、女の子の声を聞いたような気がする。気のせいだったかもしれない。19時半頃、やけに廊下が騒がしいんで目が覚めた。機関士のドルーが青ざめた顔で入ってきて、下で何かあったらしい、暴動かもしれんと言った。ドルーは様子を見に出て行ったが、それきり戻らなかった。19時50分頃、誰かの悲鳴。洗濯場を見に行くと、黒い化け物がクラークを食っていた。あいつは振り返ると、サメみたいな歯をガチガチ言わせてこっちに向かってきた。俺は女みたいにわめいて逃げた。今また仮眠室で震えながらこれを書いてる。何匹も化け物が廊下をうろついてる。時折誰かの悲鳴が聞こえるが、もう見に行くつもりはない。俺にかけるのを声だけだ。そうなんだけど、ナイフでもいいから、ちょっと武器がねえと無理やで。ん？これじゃないの？ライト？あれ？なんか取れそうなんだけどな。アイテムありそうなんだけど、ないんか。ジャネットへ。やあ元気。この手紙が届く頃には半年ぶりくらいか。こっちは毎日海ばっかり、もううんざいだよ。変わったことといえば、今回は珍しくお客さんが同乗してるんだ。女の子連れの夫婦で、船長の遠い親戚らしい。タンカーで船旅なんて、よほどお金に困ってるとか？さっき女の子に声をかけたら、横にいた父親にすごい目で睨まれちゃったよ。何をピリピリしてんだか。そういえば船長、身寄りがないって言ってたような。考えすぎか。早く会いたいよ。愛してる。ないなぁ。拳銃の一個でもあればだいぶ助かるんだけどな。来る方向間違えたんじゃない、これ。うわ、ほら、やっぱりいた。もう、お、セーフルームっぽい。セーブしとっか。これはセーフルームじゃない？ここに一番最初に来るべきだったんだ。なんか喋り方が殺されるモブっぽくなってるな。あった、助かる。2発しかねえ、でも。2発は、心もとないですね。何にもないですね、あと。
隣の部屋か。これが、ここが多分なんだろう、ヒューズかな、使うんだと思うんだけど、弾の補充なんだよね。ん、あ、ここだ。開いた。ん？見取り図。いやー、でもまだまだ部屋残ってんすよ。怪しい。ガンパウダー。ガンパウダーとハーブ。薬剤あるなぁ。そうだろうね。まずはハンドガンの弾だろうなぁ。で、まあ、ここね、ちょっと黒いとこ残っちゃったなぁ。真ん中ね。やっべ。あっと。こっち一匹だけかな？行った。行ったけど弾めっちゃ使った。あ、エレベーターホール。やっぱいる。上に行くんだ。とりあえず2階はでも探すか。あ、ダメ。4階まであんの？開いた。3階なんかまだ大丈夫そうだな。うわー、いるじゃん。これ見て。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。お、あれ、どんどんひどくなってる。きっと奴に攻撃された時完成したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そう、あなたのミスだわ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあエブリン、どこにいるの？そうなんだ、こっから探すのか。アイテムボックスが復活してる。あ、でも何にもねえ。マシンガン。あー、いいね、なんか綺麗なのいいわ。素敵。近いわね。え？あ、そうなんだ。あ、エレベーターの中じゃん。あ、違う。
エレベーターっぽいよ、でも。あ、ダメか。いろいろ探したいんだけど。あるね、やっぱりこう、アイテムはあるね。ハーブ。ん？あ、アイテム使うんだ。何かあるかな？あ、厨房。あ、食堂か。あー、これじゃん。過剰代謝してる。リセットしなきゃ。そっちはどうだ？吐射してる。体の質量以上に吐いてるわ。それはまずいな。このままじゃ奴の不細工な友達が増えちまう。いいか、取り返しがつかなくなる前に早くエブリンを見つけろ。分かってるわ。これは関係ないんだ。開かないか。マシンガンの弾。マシンガン使うんだ。おっと。マシンガン強い。あ。お。エブリン。下に行ったのかな？今はそういうところじゃないか。ん？あれ？攻撃できない。待って、攻撃ができない。オッケS2。 これで奥まで行っちゃうんだろうな。助かる。ん、でも離れてるな。
リモコン爆弾？ん？どこだ？ああ、ああ、ここか。金属溶解液？クラフト？いや、まあ回復と特定の金属を短時間で腐食させる。ああ、そうなんだ。リモコン爆弾ね。ん、これを腐食させんのか。違うの、エブリン。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。分かったわ、エブリン。あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう。いいわね。ほら。なんか没線かな。どこなの、エブリン。没線はなさそうな気するな、でも。開かねえのかい？開かないね。これ乗れないのかな？エレベーターっぽいなって思ったんだけど。あれ？どっか動いてんのか？エブリンも。エブリンも動いてるな。あー、扉の、やっぱりな、いるなって思った。ちょっと、エブリン。エブリン待って。